あ、しーちゃんのね。美味しい？カニの身がいっぱい入ってるな。こんにちは。ママライフチャンネルです。ありがとうございます。ピザです。はい、今日はスタバとタリーズとドトールのメニューを買って、うん、おうちカフェをしたいと思います。12月2週目からの新メニューを中心にテイクアウトで間違えておうちでカフェをしたいと思います。ママライフチャンネル。おしまいよ。抹茶抹茶ホワイトチョコフラペチーノです。この抹茶のドリンクなんやけど、苦い抹茶と甘いミルキーなホワイトチョコ混ざって作ってるね。これやばいやつ。そう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 。ホイップクリームの上に乗ってるのが抹茶ブラウニーとパウダーシュガーが乗ってるね。見て、クマちゃんおるの見える？ここでしょ。そうそうそう。そのクマちゃんがさ、12月9日からトッピングできんねんけど、プラス50円払ったら自分の好きな飲み物にそのサンタのクマちゃんを乗せてもらえるね、うん。あ、ひーちゃん飲む？あ、飲むよ。どう？美味しい？どう？美味しい。ちょっと苦いからちょっと笑っちゃった。あ、苦い？うん。同じくスタバなんやけど、この一番前にあるのはいちごのホワイトチョコケーキ。美味しそう。美味しそうやな。クリスマスって言ったらさ、いちごのショートケーキな、クリスマスケーキに多いけど、定番のいちごのショートケーキをアレンジしたケーキです。美味しそう。美味しそうやな。で、そのいちごのケーキの後ろにあるのがローストビーフフォカッチャ。フォカッチャっていうパンにさ、ローストビーフが挟んであって、ちょっとあのわさびのペーストを薄く塗って、それがアクセントになってます。ひなたくんのちょっと前にある一番左のやつがマスカルポーネティラミスラテ。ひなたくんのひなちゃん飲んだことあるな、これ、うん。ティラミスラテにマスカルポーネホイップクリームが乗ってて、フリーズドライのいちごがかかってます。飲める？待ちきられへんな。ひなたくん、どう？これ好きなやつやもんな。ひなちゃん、こぼさないようにね。これ好きやな、それ。美味しい？美味しいね。で、同じくタリーズで、左の一番前にあるのが、紅はるかのスイートポテトロールです。紅はるかのペーストが練り込まれた生地で、上にも紅はるかのペーストがかけられています。で、中には、ミルキーなホイップクリームが入ってるスイートポテトロールです。で、スイートポテトロールの後ろにあるのが、チーズブレッドシュリンプビスク。チーズかかったクロワッサンのパンに、チーズ？これエビでしょ？そう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 。濃厚なスープのシュリンプビスクっていうのがあるんやけど、それの味わいをイメージしたサンドイッチです。こちらひよちゃんの前にあるのが、12月11日からドトールで販売するハローキティコラボの国産リンゴのアップルカフェオレです。青森県産リンゴを使ったスムージーベースにコンデンスミルク、ホイップ、果肉入りリンゴソースをトッピングしています。アップルティーってリンゴの紅茶飲んだことあんねんけど、アップルカフェオレってママ飲んだことないな。リンゴ？リンゴ。はい、順番ね。どんな味か教えてください。どう？コーヒーだった。リンゴの味する？ひなたくん教えてね。どう？ちょっとリンゴで、うん、ちょっとコーヒー。ちょっとリンゴでちょっとコーヒーみたいな。コーヒーちょっとコーヒー。なんかさ、最初めっちゃリンゴやった？うん、うん。右端で一番前にあるのがハローキティコラボのゴロッドリンゴのアップルパイです。キティちゃんの大好きなママの作ったアップルパイってあんねんけど、それをイメージしたスイーツです。おいしそう。中にリンゴがゴロゴロ入ってて、シャキシャキしたアップルパイなんだって。シャキシャキすると思う。シャキすると思う。じゃあアップルパイの後ろにあるのがミラノサンドあったかカニグラタンです。グラタンベースにカマンベールチーズ、カニのほぐし身とかがたっぷり入った冬にぴったりなミラノサンドです。
はい、じゃあ何が食べたい？食べてみようか。これ。これ食べる？せーの。いただきます。これから食べる。スイートポテトロール。座って食べてね。どう？お芋の味する？する？スイちゃんに。お芋のペーストめっちゃ美味しいな、これ。スイートポテトやな、ほんまに。うん。次は、ドトールのミラノサンド、カニグラタン。食べてみようか。食べていいよ。美味しい？何の味する？これ、カニの身がいっぱい入ってるな。うん。めっちゃカニ入ってる。美味しい。うん、どうぞ。いきたい、これ。どう？美味しい？大きいお肉入っとったな、今。な。あ、食べちゃった。ゆうちゃんが今食べてるのが、いちごのホワイトチョコケーキ。な。もう、いちご、酸っぱい？美味しい？酸っぱくない。酸っぱくない。美味しい。ゆうちゃん、いちごのとこばっか食べてるな。クリームのとこ食べたら？クリームも美味しいよ。な。な。美味しい？めっちゃ美味しそうな顔してたな、今。美味しい。いちごジャムみたいな。あ、そうやな、いちごフィリング。そうやな、そうそう。普通の生地よりなんかふわふわしてるな。これ、これ、これ、これ。くまちゃん、沈んできた？くまちゃん、助けてあげて。食べていいよ。チョコレートできてるの。あ、せんちゃんにもあげる？かしこめ、優しい。ゴロッとリンゴのアップルパイ、食べてみようか。うん。大きなリンゴが入ってるんだって。うん、どうですか？うん。うん。美味しい？うん。あ、はい。リンゴ大きいやんな、それ。うん、な。大きいリンゴはさ、ゴロゴロ入っててすごいシャキシャキして美味しいね。うん。さ、そのアップルパイさ、食べたらさ、なんかお皿の下に見えてこへん？なんかお皿見えてこーへん。誰だこれは。キティちゃんです。そうそうそう。ちょっとだけお皿見せてくれる？こっちに。ハローキティのケーキコースターだって。うん、このアップルパイを注文した人は、このケーキコースターがもらえるんだって。うん、で、あったかいドリンクにはさ、ハローキティのスリーブがついてるから。何入ってる？あ、なんかブロッコリー。ブロッコリー入ってる？ブロッコリーとエビとオニオンかな。結構ゴロゴロしたポテトが入ってるね。うん、ジャガイモ。な、ゆうちゃんも食べる？うん。お腹いっぱいや。お腹いっぱいだったな、ゆうちゃん。うん。ちょうどお腹いっぱい。なってきた？うん。じゃあちょうどおしまいだね、それで。ごちそうさまでした。じゃあ今日はスタバとパリミジとドトールの冬のメニューを食べてみました。ひなたくん、ひゆちゃん、どれが一番お気に入りとかある？カフェオレ。あ、美味しかった？アップルカフェオレ。ゆうちゃん何が美味しかった？パン。パン？全部美味しかった？全部のパン。全部なんだ。全部美味しかった。うん。また冬メニュー、また新しいの出るかもですな。テイクアウトしてお家で食べるのもいいね。うん。もうお腹いっぱいち。お腹いっぱいになったね。チャンネル登録を。お父さん、押してね。パン。